続いてズームアイのコーナーですえさてえ今年で終戦から79年を迎えますえそんな中前橋市ではですね今年度を戦争の記憶を伝えていくため新たな資料館が開館する予定ですそこで今夜のズームアイでは前橋空襲と復興資料館検討委員会の委員長である手島ひとしさんをスタジオにお迎えしています手島さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします 今月、8月はです、ねまあ、戦争や平和について考える機会というのも多くなりますが、まあ、県内で見てみますと、戦争の記憶の一つには、前橋空襲というのが挙げられますよね、はい、あの前橋市は1945年8月5日の午後10時半ごろから、アメリカ軍の B29 による攻撃を受けました。 攻撃は翌6日の午前0時8分まで1時間半以上続きました、まあ、その結果市街地の約8割を消失600人近い尊い命が犠牲になりましたで市内中心部に大量の焼夷弾が巻かれましたが元総社村、富士見村など周辺の村々にも落とされ被害が出ました 大きな被害を受けましたが、はい、前橋市は先月その前橋空襲や戦時中の人々の暮らしなどを伝えるための資料館を今年度中に開館する予定と発表しましたおよそ5年間開設に向けて検討を進めてこられましたが手島さんまずこの資料館の開設はどのような目的で始まったのか教えてください、はい あの来年は終戦前橋空襲80年を迎えままますでこれまで戦戦争は体験者が語ってきましたで終戦から時間が経てば経つほど体験者の高齢化減少により、まあ、戦争を知らない世代が戦争を語り継がなければならなくなりました戦後70年を過ぎた頃から前橋空襲を風化させてはいけないという思いが市民の皆さんから起こってきました そこで2019年11月、前橋空襲を語り継ぎ、平和資料を収集展示の形の検討会が発足しました。2021年3月に公的資料館を開設するよう提言書をまとめ、市長に提出しました提言書を受けた市側は1年後の2022年2月に、市民文化会館、えー、証券学園ホール2階の旧食堂で開設することを決定しました。まあ、これを受けて同年6月に 相橋空襲と復興資料館検討委員会が発足し、まあ、これまで検討を重ねてまいりましたこうやって映像を見てみますと、こう段階を踏んで,です、ね、検討が進んできたなということがよくわかるんですが、具体的な検討内容ですね、これ、どういったものがあるんでしょうか。はいはい その提言書をです、ね、どのように具体化、具現するかをま確認をして、はい、まあ6人の専門家、研究者を招いて学習会、勉強会を開き、それから5つの都市の資料館の先進視察をしました、それからです、ね、若い世代との意見交換を行い、まあ、さらに地域の方々との意見交換、それから市の教育委員会事務局との意見交換。 こういうですね活動を踏まえて、まあ、展示内容を決めていったわけなんですああじゃあ今、映っているのが前橋商業の生徒とありますがこれが若い世代との意見交換にあたるわけです、ね、そうです、あの前橋商業の生徒さんがですねテーマ学習で前橋空襲というのをですねーほーほー研究していたので、はい、ちょうどですね意見交換ができたわけなんです。そう,ですかう さまざまな声を聞きながら準備を進めてこられたということで、はいでね、いよいよ今年度、開館予定となりました、はい、どのような資料館になりそうですか、はい、あの前橋市はです、ね、昭和39年に、戦災と復興という前橋空襲と復興の記録集を刊行しております、当時の関係者の生々しい証言がたくさん載っております、それからアメリカ側の空襲の資料が公開されて、まあ、専門家による研究が進みました。 戦災と復興の市民の証言が地上の目ならば、アメリカ側の資料がと研究成果が上空の目ということで、まあ、地上の目と上空の目から展示を具体化しようというコンセプトに立っております、はい、今、まさに資料館のパース図が写っていますが、どういった展示になるんでしょうか。はい あのこう右からですけれども、まあ、資料館は大きく6つのコーナーから展示されておりまして、まずその、えー、象徴展示、本館の成り立ち、2つ目が資料で見る戦争と暮らしのコーナー、3つ目が前橋空襲コーナー、4つ目が復興コーナー、5つ目が慰霊コーナー、6つ目が図書コーナーで、まあ、この中で資料で見る戦争と暮らしのコーナーには、愛宕歴史資料館と、群馬町田戦争提案資料館から寄贈になった100点余りの資料を展示いたします。 展示資料にはどのようなものがあるんでしょうか、はいはい、あの前橋空襲を前に、元総社村小野沢家では、ですねその対応策の家族会議が開かれ、そのメモですね、はい、それからこの群馬テレビの近く、群馬大学附属病院の近くに防空監視床が設置されまして、その写真が発見されました、まあ、これも展示いたします。 それから空襲で亡くなった方の写真、この慰霊コーナーに犠牲者の名前を書き記すことこそ、前橋空襲を風化させないというま市民の願いを具体化するものとして設けました、ところがなかなかですね写真が集まらなくて、現在13点集まっただけなんです、ですからまあこの場をお借りして、テレビを見ている皆さんに亡くなられた方の情報、写真などの提供をお願いしたいと思っております、はい。 とということで今情報ぜひあの提供できるよという方、こちらにご連絡いただければと思いますやはりこういった写真があることでまた風化させないというメッセージがより強くなりますよね。ということでぜひえお持ちの方はですねこちらまでご連絡をお願いいたします。 そして、えー、ご紹介いただいた展示資料を含めまして一部資料というのが前橋市役所の1階で8月15日まで展示されています今も展示されていますぜひご覧になってください、えー、では改めまして今回の資料館ですねいろいろお話しいただきましたが、はい、どういった資料館にしていきたいか改めて思い聞かせていただけますか、はい あの市内在住の島田兼行さんは昭和16年、小学校教員の時に出征しますで、戦後は小学校の校長先生を務め、100歳で亡くなるまで、生涯学習奨励院として活躍されました、その島田さんが、戦争をすると人間は汚くなる、亡くなった人たちに思いを馳せ、平和を続けるにはどうすればいいか、常に考えないといけないと語っておりました。まあ、資料館が地域のの記憶の場として 平和教育の拠点として亡くなった人たちに思いを馳せ平和を続けるために常に考える場になってほしいというふうに思っております。今夜は仮称前橋空襲と復興資料館について検討委員会の手嶋ひと委員長にお話を伺いました。手嶋さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。したここまで2枚のコーナーでした。